目に見えない何らかの力で生物にいい影響を及ぼすもの、思い当たることはないだろうか。栃木県にあるこの農園では、イチゴを栽培しているハウス内にモーツァルトの音楽を流している。イチゴにある効果をもたらすというのだ。どんな効果があるのかというと、モーツァルトを聴かせたイチゴは糖度が上がるというのである。因果関係に関しては定かではないが、ここで買ったの俺、町のケーキ屋さんでもその品質は認められている。音楽が影響を及ぼしているのは植物ばかりではない。乳牛に聞かせることで乳の出が良くなり、その味も上質になるという報告もある。リラックス効果が要因だという。もちろん気功師が発する気からは音など聞こえはしない。我々が注目したのは音波というキーワード。イルカセラピーという療法をご存知の方も多いと思う。イルカと接することが心に病を持つ子どもたちに効果があると言われ、実際に多くの成果が報告されている。イルカにはどんな能力があるのだろうか。イルカセラピーを受ける前に子どもたちが描いた絵、暗い色が使われ沈みがちな感じである。これがわずか3日間イルカセラピーを受けた後は色使いも明るく楽しげな絵に変化、笑顔も見違えるように明るくなったという。一体イルカの何がこのような効果をもたらしているのだろうか。イルカの学校の著者で動物行動学者の岩重氏によると、非常に効果があるなというのはですね、聴覚ですね、脳の刺激にそれが直結していきますので、それが超音波によるですね、私たちの聴覚を通した脳の活性化というところがですね、非常に今医学的にも注目されていると思います。超音波、人間の耳に聞こえる過聴域を超えたおよそ2万ヘルツを超える高い周波数の音波である。人間には聞くことはできない。イルカはこの超音波を発し、対象物を感知したり仲間同士の通信手段として使っていると言われている。そして子供たちはこの超音波に癒されているのだという。かつてアンビリバボーでは見えない波動を感知する究極の事例を紹介した。インドネシアのこの男性はなんと目隠しをしてバイクを運転してきた。そして手で周りを探りながら見えているかのように物をつかみ取る。私は手のひらで物の波動を感じ取り、目で見るようにそこにあるものを手で見ることができるのです。手で物からの波動を感じ取れるというこの男性は、目隠しをした状態で障害物コースを難なくクリア。さらには色の波動も感じることができると、黄色以外の風船を割ることにチャレンジ。違いますよ。これは違うってことだ。まず分かったんだ。見事黄色だけが残った。これは特別な例であろうが、目に見えない波動の一つである超音波は実際の治療にも使われている。超音波治療といいまして、超高速の振動を与える体の中に、伝えることができる、そういう治療をしております。これがその超音波治療器。超音波を当てることで細胞を活性化させ、その効果により打撲や肉離れ、捻挫、さらには骨折なども早期回復させることができるというのだ。あの
ベッカム選手も前回のワールドカップ前に骨折した時、超音波治療によって早期回復したのだという。人間の体に効果的な影響を及ぼすとされる超音波、そしてヤシの効果、人のつながりを感じずにはいられない。気の正体、超音波説。音に関することならこの人、日本における音響解析の第一人者、鈴木松美氏に協力を依頼した。機構士の手から超音波が発せられているかを測定する。まずは通常の部屋の中で測定。村松氏の前に置かれたのは超音波の音域も感知する高性能のマイク。気を送り、被験者に反応が見られ始めた。その時、鈴木氏が何かに反応した。一体何が起こったのか。超音波の測定を始め、村松氏の送る機に被験者が反応を示した直後のことだった。鈴木氏が何かに気づいたように動きを見せた。グラフに現れた一本の赤い筋、何が検出されたのか。助手である長男と顔を見合わせ、信じられないといった様子がうかがえる。大泉さん、えらく来とくんですよ。得体の知れないものを見るような目を村松氏に向ける助手。鈴木氏は他のモニターのチェックに向かった。そこにはやはり何かが検出されたことを示す痕跡が。一体何が検出されたのか。実は人間の声がですね、この周波数はこの相当下の方の成分で、ここから上はもうほとんど超音波という世界なんです。人間の耳が聞こえるのはほとんどここまでです。これ以上聞こえません。今こういうところにちょこちょこっとこう出てますね。これちょうどタイミングは先生が呼吸を入れた時とか、そういう時に出てるんですけれども、なんと気を送っている時、人間の耳には聞こえない超音波が検出されたというのだ。私は手のひらで物の波動を感じ取り、目で見るようにそこにあるものを手で見ることができるのです。手で物からの波動を感じ取れるというこの男性は、目隠しをした状態で障害物コースを何度も